191センチ、117キロ、ジョシュバーレット。ついに念を強奪、青い目のケンシロウ、ジョシュバーレット。IGF ゲノム6、闘魂ボンバーへ、東京両国国技館大会より実況生中継でお届けしております。タンクアボット対ジョシュバーネットのシングルマッチご覧いただきましょう。サバゴレフリーは和田良格です。さあまさにジョシュバーネットは IGF のエース的存在、そして初参戦となりましたこのタンクアボットとの注目のシングル対決、今試合開始のゴングが鳴りました。さあここは蹴りとパンチを一発ずつフェイントで見せてきた。さあまずは組みついてきたのがタンクアボットあります。さあここは UFC 仕込みのオープンフィンガーグローブでのパンチ。さあ宮瀬さん、このタンクアボット初参戦ですけども、タンクアボットという選手は宮瀬さんはどのようにご覧になってますか。どうですかね、ちょっと僕もなんともね、はい、前あの UFC ですか、はいはいはい、出た時は見てましたけどね、もうけどちょっと年数経ってますからね、はいはいはい、どのくらいコンディションが維持できてるのかっていうのがね、はい、やっぱり女子はバリバリですから、はい。そして一方のこのジョシュ・バーネットは宮田さんの UWF スネークピットジャパンにも時々練習に来たりとかしてますけども、はいはい、普段のこのジョシュ・バーネットという選手はどんな選手ですか。いや普段はねもう本当にリングの激しさとはねもう全然違う好青年という感じですけど、はいはい、さあ一回リングに上がると本当に赤鬼になります。このジョシュ・バーネット、青い目のケンシロウと言われております。さあここは側頭部顔面のパンチ、これはちょっとカウンターで入ったんじゃないですか。宮田さんいいのが入ったんじゃないですか。宮田さんどうですかね。さあ今ちょっとカウンターで入ったかなという感じがありましたが、このジョシュ・バーネット現在ダウンカウントを数えられております。ジョシュ・バーネットなんですけども、はい、先日ですね総合格闘技の大会アフリクションで勝利したばかりということで、はい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 、波にも乗ってますよね。そうですね、はい、この IGF でも6戦して5勝1敗まさに旗揚げから全大会に出場し確実に白星を積み重ねてきました。今 IGF で安定度ナンバーワンの男といったらこのジョシュ・バーネットであります。まさしくプロレスの期待を一身に背負っているというそんな感じですよね。そしてこのタンクアボット対ジョシュ・バーネット、初期の UFC の顔がタンクアボットなら、史上最年少 UFC 王者がジョシュ・バーネットという元 UFC 対決がこの IGF で見られるとは驚きましたよね。すごいですね。はい、これはアメリカのファンもぜひ見たい試合だと思いますよ。いや本当このリングがですね、うん、八角形でもいいんじゃないかという感じですよね。さあまずはこのガードポジションになったのがタンクアボット、しかしここは腕しぎに移行する。さあジョシュ・バーネット、まあ、バーネットはこのタンクアボットのどんなところに気をつけなきゃいけないと皆さん思ってますか。まあ、やっぱりあのパワーとあのなんですか一発がありますからね、はい、みたいな、はい、ですからそういう一発さえなければ、うん、試合がこう落ち着いてくればもうジョシュほとんどジョシュが負けることないんじゃないかなとは見てるんですけど、はい、ということはどこまでジョシュ・バーネットが冷静にいけるかなと。まあ一発だけ怖いっていうだけです、はい、かなり腕痛そうですね。逆に一方のタンクアボットはジョシュ・バーネットに対してどんな作戦でいけばいいですか。いややっぱり一発を当てたいでしょうね。ということはサブミッションを取るのは難しいと思います。なるほど、ということはこのようにグラウンドに持ち込むのはタンクアボット墓穴を掘ってしまうんじゃないかなと、かなり左腕が決まってますね、はい、アームロックに今移行しました。しっかりと足もフックして、さあこの辺りは基本に忠実にアームロックを仕掛けてまいりますジョシュ・バーネット。まあね、このジョシュ・バーネットは日本の UWF に憧れてレスラーになったということで、本当に宮瀬さんがやってたレスリングが世界中でこういう形でね、外国人選手が UWF に憧れて、レスラーになるというのは嬉しいですよね。まあ、ちょっとびっくりしますよね。はい、本当に日本人よりも日本人らしく、そして日本人よりも UWF が好きな選手がこのジョシュ・バーネットであります。さあここはカウンターでのパンチ、側頭部へのパンチを見せてきたのがタンクアボット。ちょっとやはりタンクアボットスタミナにちょっとポイントあるかなという感じもしますけれども、なかなか疲れてますよね。いいわ、ミドル良かったですよ。さあミドルキック2連発、すごい左、まだまだだという表情。もうチャンス、もう攻めて一気に勝負かけちゃった方がいいですね。ここはラッシュをかけた方がいいかもしれません。ちょっと嫌な顔をしておりました。まだまだだなんていう表情は浮かべていますが、ちょっとスタミナが限界に来ているかタンクアボット。しかし一発は重い、あー倒れダウンカウントがダウンに今なりました。右のポイチですか。倒れ方がやはり一発一発というのはこれですね。気をつけなきゃいけないというのはかなり危険な倒れ方しましたね、ジョシュ・バーネット。さあタンクアボット、ちょっとスタミナとは勝てないということで、一発一発もですね
その一瞬一瞬を気をつけなきゃいけないな、そんな感じがいたします。さあなんとか立ち上がったのがジョシュ・バーネット。かなりダメージあるんじゃないですか宮田さん。これさあここはうまく体を入れ替えてジャーマンの体勢、124キロのタンクアボットを投げるのか、グランドスープレックス。ここはスープレックスに持ってきて、今度はさあこれは膝十字ですか、ロープか、あギバップ、あっとここでギバップ。宮田さんこれは膝十字とヒールホールドを決めてましたか、アンクルですかね、ちょっと今足首ですね、はい、ちょっと見にくかったです。アンクルホールドという足首固めということになるんではないでしょうか。やはり一発一発は重かったですけども、ジョシュ・バーネット相手の動きをよく見て得意のトムミッション、さすがですね。いやけどね、ちょっとね、はい、ジョシュ、もうちょっと勝負早くかける。